ウォーレン・バフェットは土曜日のバークシャー・ハサウェイの年次株主総会でアップルを称賛しています。アップルはバークシャー・ハサウェイの膨大なポートフォリオの中のどの企業よりも優れた企業であると彼は述べているんです。そしてアップルの成功の中心はその顧客ロイヤリティだと彼はおっしゃっています。バークシャーのアップルのポジションは年々規模と価値を増しており、3月現在で約1510億ドルの価値があります。iPhone は驚異的な製品だとおっしゃっています。バークシャーは BNSF 鉄道、自動車保険会社の外交、チョコレートメーカーのシーズキャンディーズ、アイスクリームチェーンのデイリークイーンなど業界地図上のあらゆる事業を所有する持ち株会社です。バークシャーはまたコカ・コーラやシェブロンなどの上場企業の大株主でもあります。その中でもアップル社の株は際立っていると彼はおっしゃっています。バフェットだけではないです。ジム・クレーマーもアップルを高く評価しているんです。今後もアップルに投資し続けたいと考えている。ジム・クレーマーはアップルの具体的な特徴をいくつか挙げています。顧客ロイヤリティに加え、強固なフリーキャッシュフローの創出、着実な自社株買い、揺るぎないバランスシート、またアップルは四半期報告書において一般に公正妥当と認められた会計原則ギャップを重視、同社の財務の健全性を知るための質の高い窓を提供しているんです。彼は10年以上前からアップルを保有しています。彼は具体的に説明しています。アップルの魅力、まずはブランドロイヤリティと製品エコシステム。人々は iPhone をはじめ Mac や Apple Watch などアップルのハードウェア製品を愛しています。例えば iPhone 14の顧客満足度は 98% に達しています。 Mac については顧客満足度が 96%。 たとえ新しいバージョンにアップグレードする時期が来ても、ほとんどの Apple ユーザーがこのブランドに固執しているんです。 Apple のインストールされたデバイスのベースは現在世界で20億台を突破しています。またこれまで存在感の薄かったインドやインドネシアなどの新興市場でもアップルは人気を博しています。そして iPhone が売れるとアップルのエコシステムという考え方が生きてくるんです。ハードウェアのユーザー数が多ければ多いほど Apple Music、 iCloud ストレージ、 App Store での購入手数料を含むサービスに加入するユーザーも多くなるんです。 Apple のサービス収入は利益率が高く、投資家からプレミアムがつきます。3月期には過去最高の209億ドルに達しています。ソフトウェアとハードウェアの関係はアップルにとって耐久性のある収入源を生み出すエコシステムを作り出しているんです。次にフリーキャッシュフローと自社株買い。アップルは膨大な額のフリーキャッシュフローを生み出しています。フリーキャッシュフローというのは企業が自由に使うことのできる現金です。最新の会計年度においてアップルは1114億ドルのフリーキャッシュフローを記録しているんです。これは S&P500 に属する企業の中で最多となっています。アップルはそのフリーキャッシュフローを大量に株主に還元しており、バフェットとジム・クレーマーは大いに満足しています。バフェットはアップルの自社株買いのアプローチを特に気に入っています。なぜなら自社株買いによってバークシャーの持ち株比率を追加購入の必要なく高めることができるからなんです。バークシャーは現在アップルの発行済み株式158億2000万株の約 5.66% を保有しています。アップルは最新の会計年度で894億ドルを自社株買いに費やしており、これは S&P500 銘柄の中でダントツの多さです。年換算の配当利回りは月曜日の株価を基準にすると 0.55% になっています。次にバランスシートの王様。ジム・クレーマーはアップルの質の高いバランスシートは同社が長期的な投資先として魅力的である理由の一つとおっしゃっています。強固なバランスシートを持つ企業は経済が不安定な時期を乗り切るのに有利な立場にあります。今後はリセッションが来ると言われています。そんな中でも強固なバランスシートを持っているアップル、そして今まで幾度となく景気後退を乗り越えてきたアップル、ウォーレン・バフェットやジム・クレーマーを中心に多くの投資家から高い評価を得ているんです。